ございます。今からですね、髪を切りに行きたいなと思います。今日はですね、髪を切るっていうよりかは、どっちかっていうとパーマを当ててもらう感じで、もちろん関さんにもヘッドスパしてもらうんですけど、一応それも予約で言ってるので、多分関さんはだいぶ気合い入れて、今日出勤してると思います。今日はちょっと違うところの、手土産買いに行こうと思ってるので、そこ行きたいなと思います。はい、それでは河原町着きました。もうなんか最近は見慣れた光景になってきましたね。今から八坂神社の横にあるなんか美味しいチョコレート屋さんがあるって聞いて、それをちょっと今日は手土産にしたいなと。じゃないと石像さんに勧められたら困るので、ヘッドスパは途中でやめられたら困りますしね。ちょっと買いに行きたいなと思います。うわ、京都って感じしますね。どうやらこの中っぽいですね。これです。おせさんにはこれにして、嫁蔵にはこれです。入ってきました。ちなみにこれはですね、ダリっていうらしくて、ダリキじゃなくてダリらしい。あってきました。はい、それでは後ろにいるのが関さんとおせさんです。もう準レギュラーです、完全に。他の方もいらっしゃるので、こっそり撮っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、本日は卓蔵ナレーションでいきたいなというふうに思います。まず関さんが頭をペコッと下げて、よろしくお願いしますという挨拶でした。で、ここからはですね、35分間みっちり関さんと2人っきりの空間が始まります。で、まずですね、クレイジングっていうので、なんか汚れを落とすみたいで、このまま汚れを落とす時からもうマッサージが始まってて、次にこのアラブスタイルですね、アラブスタイルを、しばらくやって、これまたアラブスタイルを続き楽しんだ後はシャンプースタイルに移行という形で、このシャンプースタイルが、普通にシャンプーはしてるんですけど、この関さんの力の入れ方、腕の筋が出るぐらい力をこう入れてもらってて、でそれもいきなりガッて入れられて痛いんですけど、ゆっくり入れてもらってるのが気持ちよくて、このタオルがですね、めちゃくちゃ熱いんで、多分今冷ましてくれてるんですけど、僕のこの頭皮に来るときにはもう全然熱くない、ちょっと暖かいかなぐらいな感じで来てて、でこれを首に挟むことによって血流を良くするんですが、この時の関さんの腕の使い方、めちゃくちゃ丁寧に僕の頭を扱ってくれてですね、美容師さんによってはたまに結構シャンプーの後頭部する時、結構ガガッと荒い感じでやられることあると思うんですけど、関さんはこの辺がめちゃくちゃ丁寧にやりはるので、僕職人さんやなと思いながら、いつも感心してやってもらってます。で、この後ですね、ギトギトオイルをやってもらってですね、この首元とかもリンパが詰まってるみたいで、右と左では、左の方がリンパと静脈があるみたいで、リンパが詰まりやすいみたいなので、左の方を入念に流しますねという風にしてやってもらってます。この首元のところとかも、マッサージする際とか、こうやってデコルテの時もそうなんですけども、頭とかに当たらないようにとかも繊細な注意をしてもらって、いつもやってもらっててですね、この角度とかもだいぶ関さん疲れると思うんですけど、いつも丁寧に丁寧にやってもらってるっていう次第でございます。で、この辺ぐらいからもう僕の顔が完全にいってしまってますね。全く意識のない状態なので、もう健やかな顔をしているという形になっております。で、これがですね、首元とかもやってもらって、あと肩とかも若干やってもらえるという形になっているので、気になる方はぜひやってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。以上、タクゾーでした。おっさんもパーマーしてはりますよね。いや、これね、癖毛なんですよ。めちゃくちゃいい癖毛ですね。雑誌のオーシャンズとかに言い張るなんかモデルさんがなんかくるくるパーマの髭の、はいはいはい、ヒットのいらっしゃる、パーティーの人ですよね。あ、そうそうそう、僕はもう結構好きな絵かっこいいっすよね。なんかそれこそなんかもう最近とか、おせさんとこ、おせさんとこって、僕その嫁とかにも言うじゃないですか、はいはい、スノブですか、スノブ、スノブ、スノブ、うん、って言われるの全然ピンとこんくて、うん、何なんですかって言ったら、うん、なんかおせさんとこですって言って、あーみたいな、店の名前全然覚えてない。だけどでも、もう覚えてないですね、全然覚えてない。おせさんとこで覚えてるんで、実は
僕のこの動画見たって言ってもらったら 20% オフになってみたいで、なんかそれもあのそれ結構前から やってはったんですか、まあ、僕のつながりでっていう感じだったんで、でそこから竹田さんですよ、見てくださってから、まあ、僕竹田さんの、ね、紹介っていう感じで、あの見てくださったっていう感じで、させてもらってるんで、はい、全然知らんかった。この間ちらっと小瀬さんのトップみたいな時に書いてあったから、はい、全然そんなも言わんままずっと毎回してきたからでもなんか来てくださってる方とかも全然そんなの知らんかっていうと思います。なんか予約してくれて、なんか普通に動画見てあの来たいなって思って来ましたって言ってみんな来てくださってて、なんかカットメンズやったらカットとヘッドスパって、はい、7000円ぐらいでしたっけ。20%カットが一応5000円で、あ定価ですか。そう定価はね、35分コースのヘッドスパが4000円、9000円、まあ、それだけだったら9000円の 20% って感じで、まあ、7000円ぐらいですね。なんか、まあ、カットだけやったら、まあ、4000円ぐらいかな。そうですね。でなんか結構みんなあの行きたいって思ってる方多いと思うんで、京都行った際はぜひ行ってください。ハーラマチマチしてる。伸ばしてる。いや、やっぱりやってるな。根元に、駅当てて、先っちょはブリーシアから違う駅で優しい薬で感じ、トリートメントも込みのパーマ剤。基本ブリーチにあんまりパーマは良くないは良くない。基本的には良くないですね。これ、はい、これちょっとつけてください。あ、はい、すみません、お願いします。今から何を話すか僕は聞いてませんが、今からありがたい一言をいただきたいなと思います。ありがとうございます。では、いつもの日よろしくお願いします。はい、季節の変わり目って結構髪の毛、ヘアスタイルチェンジされてる方とかが多いと思うんです。なるほど。どうしても明るくしたりとかパーマ当てたらダメージするんですね。で中の養分がなくなっちゃうんですけど、今日も拓郎さん乾かしてスタイリングする前に一つ付けさせていただいているものがあって、まあ、こういうものがあるんです。まあ、髪の毛の中に栄養分を入れるタイプのトリートメントがあるんですよ。毎回行ってはる美容師さんでもいいですし、そういうのをちょっと聞いてほしいなと思って。なるほどなるほど。しっかりケアしてるけど、あオイルつけてますよみたいな、毎日つけてますって言っててもつけるものも何ですか、ピンポイントに当たってないっていうような。なるほどなるほど。用途に合ってない。そうですそうです。なるほど。そういうのは結構ね、あると思う。なんでつけてんのにパサパサなんやろとかいう方とかも多分おられると思うんで、そういうのは担当の美容師さんに聞いたりだとか。それこそ家でできるそのケアっていうか、その傷まないやり方とかなんかあったりしますか。ドライヤーとか。あ、乾かすことは大前提。あ、すぐに乾かす。絶対に。なるほど。髪の毛濡れてる時っていうのはそのキューティクルっていう毛の表面の部分が開いてる状態なんで、開いてる状態なんで、そのいろんな影響を受けやすいんですよ。あ、濡れたまま寝たりしたら摩擦とかの影響をもろに受けるんですよ。なんでダメージするんですか。しっかり締めて、ウサワで乾かすと。で、さらにいいのが、濡れてるとき開いてます。開いてるってことはダメージ受けやすいんですけど、栄養入りやすいんです、逆に。なるほど、なるほど。なんでこういうのをつけていただきたいなって。だから、お風呂場とかでもトリートメントつけるときって、髪の毛濡れてると思うんですよ。完全にドライの状態からつけるものって、オイルとかはつけてもいいんですけど、これ中に入れるタイプのものは、開いてないと入らないと。意味がない。そうです。なるほど、なるほど。そこで待ってくれてる方がいてるので僕はちょっと一回抜けるので石蔵さんからちょっといいですか。西健くん、西健くんアンブリック新しくニューメンバーが入ってきました。あと西村健太郎ことです。西健と申します。よろしくお願いします。セキさんとは専門学校の先輩でまた一緒の職場で働けるという、なんと言っていいかはあんまりわからないんですけど、
そして緊張しております多分すごい緊張してるんでまた見に来てこんな日が来ると思わなかったはい、ということですね、あの新メンバーの、西村君もいてて、あのまた名前はそのうち考えて、西村像じゃ面白くないんで、多分そのうち考えると思うので、また2回目には、お名前の命名をしたいなと思います。ではですね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、無事行ってきました。今日はなんかパーマをちょっときつめに当ててくださいということで、きつめに当ててもらって、こんな感じに仕上がっております。オカサーファースタイルっていう風に大瀬さんに言ってもらったら多分伝わると思うんですけども、まあ、今日がその男性の方が大瀬さんと関さんとあともう2人いてはって、1人の方はさっき出てもらったあの新しく入った西村さんっていう方なんですけど、もう1人の方はもう以前からいてはったらしいんですけど、僕全然会ってなくて、てっきりあそこのスタッフは男性は関さんと大瀬さんしかおらんもんやってずっと思ってたんですけど、実はもう一人いてはったみたい で、その方はまたあの次回ちょっと映ってもらえますかっていう風に聞いたら、あ、全然って言ってくれたんで、またその方は次回映ってもらうと思うので、また楽しみにしててください。ということでですね、まあ、今日はですね、僕のパーマよりも関さんに後輩ができてたっていうところがなんか嬉しいようななんか複雑なような気持ちだったんですけど、皆さんはどうやったですか。で、今からですね、ラーメンに行きたいなと思います。まあ、最後はそのラーメンで締めて終わりっていう感じなんですけど、まあ、そのラーメンっていうのがミシュランのラーメンで、ホタテのなんとかマヨ丼とかいうのも美味しいらしくて、まあ、お世話にいても聞いたんですけど、まあ、そこに行って最後終わりたいなと思いますので、こちらに向かいます。はい、それではですね、もう近くまで来たんですけども、あったこれやん、これです、じゃじゃん。はい、という感じでですね、大瀬さんに教えてもらったラーメン行ってきました。めちゃくちゃうまかって、ザ・京都っていう感じの品のある感じで、まずおしぼりがいい匂いするっていう、これ名店のあるあるかもしれないですね、おしぼりいい匂いっていう感じで、今からは、最後ですね、友達のお店行ってもう終了にしたいかなと思いますので、ここまで見てもらってありがとうございました。